今日は名探偵コナンのその恋愛についてちょっと語りたいなって。例えば新一とランちゃんはどうなってるだとか、灰原はコナンのことが好きなのかとか、他にもいろんなキャラ同士が恋愛してるじゃないですか。服部平次とカズさんみたいな、それについてちょっと詳しく紹介していきたいなと思います。まずですね、灰原愛とコナンなんですけど、おそらくじゃなくて、これ確定じゃないんですけど、ほぼ、灰原愛はコナンのことが好きですね。ただ、それが、公言されてるシーンとかはないんですよ。ただ、それがわかるシーンはたくさんあります。例えば、一回、42巻かなんかに、工藤新一、まあ、要するにコナンの母親が、コナンに対して、そういえば、灰原愛ちゃん、あなたのこと何度も見てたよ、みたいなこと言って、で、女の子が男の子のことをチラチラ見るのは、その子の顔に何かついてるか、まあその人が好きな時かみたいなシーンがあったんですけど、もう、だからまずそれが、コナンが灰原がコナンを好きなんじゃないかという伏線の一つ。で、次が、あるシーンで、灰原が海でなんかちょっと溺れたかなんかで休んでるシーンっていうあるのがあるんですよ。浜辺で灰原愛が休んでるシーンで、そのシーンである言葉がするんですよね。それが何なのかというと、相手はイルカ、海の人気者、到底暗い海の底から逃げてきたサメなんかじゃ到底歯が立たないでしょうね、みたいなことを言うんですけど、それどういうことかというと、その相手はイルカ、海の人気者っていうのがモーリガンで、暗い海の底から逃げてきた裏切り者のサメっていうのが灰原愛に、何の勝負に勝たないのかっていうと、コナン、工藤新一に対する恋愛の勝負に勝てないっていうことの例え話をしてるんですけど、まあそれがまず伏線の一つですよね。で、次に一回アガサ博士と、コナンと灰原愛が車に乗ってる最中に、アダガサ博士とコナンの会話のシーンで、なんていうんですかね、ランに告白しとけばよかったみたいな言って、ちょっと残念があるシーンがあるんですけど、それを灰原愛が聞いて、口笛を吹いて喜ぶっていうシーンがあるんですよ。要はコナンが、なんていうんですか、毛利ランに告白せずに、しなかったので、喜んでたっていうシーンですね。で、まあ大体そんな感じで、まあおそらく好きなのは間違いないんですけど、作者も、まあ絶対好きっていう告白するシーンは書かないんですよ。だって、毛利蘭ちゃんがいるから。っていうことです。で、次に、毛利蘭と工藤新一についてなんですけど、これはもうとうとう95巻か6巻か忘れたんですけど、ついに付き合ったんですよ。これ見てもらったら分かるんですけど、しかも新一のほっぺにランちゃんがキスをするシーンまであるっていうぐらいなんで、もう物語も終わりに近づいてるんだなっていうことが分かりましたね。まあ20年続いてるんでね、彼これ。で、次に、高木刑事と佐藤刑事っていう警察官同士の恋愛っていうのがあるんですよ。よく15年ぐらい前に本庁の刑事恋物語3、4、5みたいなアニメがあったぐらいで、これ、はじめ佐藤刑事っていうすごく男子刑事から人気の女性刑事がいたんですよ。で、それを高木刑事とか白鳥刑事とかが、まあいろいろ、恋の戦いみたいな、まあ戦いでもなかったですけど、なんかやってる最中に、まあ高木刑事がとうとう佐藤刑事を射止めるんですよ。で、今はもうなんか普通に付き合って、るっていう感じで、まあ、なんですかね。まあ、結婚はいつか分かんないんですけど、まあそういう感じです。あと、その子が、京極誠という、すごい空手の達人と付き合ったり、で、服部平次と、カズハはまだ正式には付き合ってないんですけど、ほぼほぼもうすぐ付き合うかなって感じですね。まあ、以上ですね、大体。まあ、コナンの恋愛で、最近も大体行き先が見えてきたんですけど、まあ、あとは、コナンと、まあ、最大の、どうなるのかなっていうのは、やっぱり新一とランちゃんがどうなるのかっていうことだったんですけども、それがもう付き合ったっていう確定したんで、正直もうこれ以上なかなか進まないなっていう、まあ、高校生なんでね。で、まあ、あとはだから、灰原愛とコナンがどうなるのかなって、まあ、多分おそらくこのまんまだと思うんですけど、
どうなるのか、また何かあれば話します。では、いってらっしゃい。